火の雨が降るような状態にこの福岡市あっという間に焼かれてしまいました。今日福岡市南区の玉川小学校で自身の戦争体験を伝えたのは語り継ぐ会の高橋秀人さんです。79年前の6月19日、当時7歳だった高橋さんは福岡市が空襲に見舞われたあの日のことを鮮明に覚えています。3日目に家におっても危ない、大濠公園へ避難せということで、だけどすごい人の中で私は弟の手がいつ離れたか分かりませんけれども、必死で握っとった男の子は別の男の子を握ってました。子供たちは高橋さんの言葉を真剣な表情で聞いていました。私たちが今当たり前のようにご飯を毎日食べられたり勉強ができているってことが幸せなことだと思いました。食事とか他にも勉強もサイレンが鳴ったらすぐやめないといけないっていうところから、戦争がない国とか世界がやっぱ一番みんなにとっては嬉しいかなと思いました。およそ30年間語り部として活動を続けてきた高橋さんですが、戦争の体験者が減っていくことに不安を感じています。体験談といいますと証言ということができる人というのはもうあと数年で亡くなると思うんですよね。それが一番やっぱ効くんですよね。だからあとは伝え聞いたというようなことになるからですね。一方、空襲で被害を受けた建物などの戦争遺構から平和の大切さを伝えようと活動を続けている人もいます。先週福岡市では福岡大空襲の遺構をめぐるフィールドワークが行われました。一行が向かったのは現在博多座になっている十五銀行福岡支店跡です。この場所では火災によって63人が亡くなりました。中に銀行の地下室がありまして、そこが防空壕を指定場所になっていまして、逃げられなかった方がここで窒息した後、火災で蒸し焼き。博多区内には空襲で亡くなった人や戦死した人を供養する戦災地蔵があります。こういうふうにですね、今本当にビルの谷間にやっと残っているという感じなんで、本当にいつまでもここをですね、守り、ていただきたい。普通に通り過ぎてる道でもそういう焼け野原になっていくことがあったんだなっていうのが分かって、ちょっと 見方が変わってきました。ガイドを務めた江浜明則さんは元高校の教員で、退職後に九州に残る戦争遺構400箇所をめぐりガイドブックにまとめてきました。ここに今までのですね、本を出すための写真集を合わせて、そうですね、300冊ぐらいだと思います。戦後生まれの江浜さんは子どもの時に空襲を体験した両親から聞いた話が活動の原点になっているといいます。山を越えた向こう博多の方で火の手が上がっているのがもう雲が反射して見えると、父は本当に中心街博多区のですね、大浜地区というところに住んでたんですが、もちろん家は丸焼けですね。戻ってみたらもう何にも残ってない、同窓生を たくさんなくして、戦争は絶対に行けないと私にやっぱり言ってたのが、ずっと私の心の中に残ってた。江浜さんに福岡市内に残る遺構を案内してもらいました。まず訪れたのは博多小学校です。これがですね、その福岡空襲の際にですね、焼けた理科実験室のドアになります。これこそはですね、戦争の悲惨さの生きた教材、これを見ればですね、やっぱり子どもたちはこんなに戦争は悲惨だったんだと、
こんな被害を受けたんだと、もう絶対にあの戦争はいけないと、やっぱり本当のあのものを見て感じ取ってくれるんではないかと。博多小学校には空襲で落とされた焼夷弾や市民がかぶっていた防空頭巾、当時の学校職員が記録していた防空日誌が保存されています。続いて訪れたのは博多区太白町の立石額縁店です。福岡市博多区に残る防空壕です。当時ほとんどの家で床下にこのように防空壕を掘っていたということです。もう唯一あの福岡市内であの実際の防空壕が見られるというですね、貴重なあの場所なんです。35年にわたって九州各地の戦争遺構を取材してきた江浜さん、過去に取材した遺構の中にはすでに亡くなってしまったものもあります。戦争の記憶を風化させないためにも、江浜さんは現存するものを今のうちに見てほしいと話しています。どれぐらいの耐久性があるかとか、よくあの戦争遺跡はあの物言わぬあのですね、証言者と言いますけれども、私自身はですね、聞こえないけども物を言ってると思ってるんですよ。あのこういう戦争遺跡はですね、耳を澄ませば必ず、その声は聞こえてくると思います。